平成のぶしこぶしの吉村隆が12日、都内で行われた、世界最小のゴルフ場売名宅クエストプレス発表会に、みちょぱ、こと池田美優と共にスペシャルゲストとして出席した。出演番組の終了に言及した、池田と吉村は、普段から YouTube にて共同チャンネル、みちょぱ吉村のまぶまぶテレビ、を展開する中、 チャンネル内でゴルフにまつわる動画を多数アップしている。最近のゴルフ事情を尋ねられた吉村は、今月は結構多いかもしれない。予定がね、多い、と言い,い、4月の改変期に、思ったほど、出演する、番組が始まらなかった。比較的スケジュールが空いてしまって、全部千鳥さんに持っていかれちゃって、と自虐。 横にいた池田が、一個終わってましたよね、と言うと、一個終わった。細かく見たら三つ終わってますから、いろいろ終わっちゃった、と明かし、池田が、ええー、そんなに、と目を丸くした、VR、MR ヘッドセット、メータクエスト、は、4月12日よりプレミアムファッションスポーツブランド、ラコステ、とコラボレーションし、ラコステ原宿、 店内に、ポップアップスペース、世界最小のゴルフ場売メータクエスト、お期間限定オープンする。同発表会では、人気ゴルフゲーム、みんなのゴルフ、シリーズなどの開発を手掛けるクラップハンズ社が今春ローンチ予定の新作タイトル、アルティメットスイングゴルフ、アルティメットスイングゴルフ、メータクエストストアにて5月17日ダウンロード販売開始。 お初発表。同スペースでは、ローンチに先駆けて、一部プレイ体験ができる。池田と吉村もバーチャルゴルフを体験した。